には見えてたけど、改めて近くで見ると本当にビルですね。まあ ALO にダイブしてるのにこれが出てきたら驚くわよね。私は今別のこういう世界観のゲームを遊んでるからそんなに珍しくもないけど。え、シノノ、いつの間にそんなゲームやってたの？ちゃんと教えてよ。え、別にいいじゃない。近未来風の建物、廃墟か。キリト、あんたそうやっていつも予測するのやめてよ。しかも必ず当ててくるんだから気持ち悪いったらありゃしないわ。すみませんでした。おそらくこれもブレインバーストの変遷だな。その変遷ってなんだ？前にもそんなこと言ってたよな。簡単に言うと一定周期で起きるフィールドの属性変化だ。ただこの ALO では完全に変遷しているというよりも元の仮想世界に半分混ざってるって言った方が正確なのかしら。自然豊かなファンタジー世界と廃墟がミックスされてまさに混沌としたフィールドになってしまっているのです。これもそのペルソナバベルってやつがやったんですよね。しもべ、それは違うようです。メタトロン、いやー、何この子、すっごく可愛い。またそのように馴れ馴れしい態度。新顔が加わるたびに私はこのような目に遭うというのですか？メタトロンさん、今までどうしてたのです？世界の状況、この異変についてハイエストレベルから探っていました。すべてを理解することはできませんでしたが、この二つの異なる世界が合わさった状況、この状況を作り出したのは故意ではなく偶発的なものだったようです。偶発的？刻意の要請。この世界には新たなる情報に自動的に対応する神の力があると言いましたね。神の力？ああ、カーディナルシステムのことか。私たちの世界から流入し続ける情報に対し神の力が対応した結果としてこのような景観となっているようです。データの流入、あの空の影から？そのようです。しもべたちの入ってきた場所はいわゆる入り口専用。あの空間より私たちの世界のあらゆる情報が漏れ入り、この世界への侵食となっているのです。つまりペルソナバベルのせいではない？でもそもそも入り口を作り出したのはあの人なのかな。どうだろう。最初私は確かにあやつに利用されたが、結果として今は敵対している。侵食を願っていたわけではなさそうだ。そう考えると世界をつなげたことはバベルにとっても良策ではないわけか。私はあの影の成り立ちについてもう少し調べてみることにしましょう。ありがとう、メタトロン。言っておきますが、これは別にしもべたちに手を貸しているわけではないのですよ。私自身も元の世界に戻るため仕方なく。あ、でもそれならさっき私たち見つけておいたわよ。え、師匠、それってもしかして？はい、さっき離脱ポータルがあったのです。そうか、それはよかった。向こうに戻る方法が見つかったのはひとまず安心だな。とはいえ、我々はキリトたちに協力すると約束した。最後まで付き合ってもいいだろうか？うん、もちろんだよ。むしろお願いしたいところだわ。ありがとう。
では、引き続き協力させてもらおう。どうだ、この世界にはだいぶ慣れてきたか？これでも食らいな！ぶっ潰してやる！別ゲームにも程があるわね。おい、なんとか言ってくれ。あのドンパチやってるのも晴れ雪たちの仲間なんだよな。なんて言えばいいのかしら。基本的にはそうなのです。ただ私たちネガネビラスと休戦協定を結んでいるプロミネンスの王スカーレット・レインは一人しかいないのです。つまりあれの片方は他の誰かが姿を変える能力を使っている、もしくはゴーストデータって感じか。私たちは会ったこともないからどっちが本物か全然見分けがつかないけど、知り合い、同じバーストリンカー同士ならわかりそう？そうですね。言動から見破れるかもしれないけど。そんな検証をじっくりしてる間に本物が殺されてしまうかもしれないわ。弾幕の中にもう一人見えるわ。赤い、ヒョウかしら。レパード！おい、ネガビども、本物はこっちだ。わざわざ助けに来てやったんだからさっさと加勢しろ。バカ野郎、来んじゃねえよ。一緒に消し飛ばすぞ。って言ってますけど。どっちも穏やかじゃないね。よし、わかりましたよ。そうだな、察しはついた。本当？どっちが？今でこそ黒と赤のレギオンは同盟を結んでいるが、ニコは誇り高いバーストリンカーだ。我々とライバルでもある奴がそう簡単に助けを求めたりはしない。だから偽物は助けを求めた方、お前だ！ニコ、待たせたな。バカ、だから来んな。あの弾幕かいくぐるの危ないだろうが。でも見てるだけなんて無理だよ。俺たち仲間だろ。ニコも嬉しい。あんなに嬉しい。ついでに見ると少しうるっと。てめえら、絶対ぶっ壊す！まあ、いいかけな！ちっか！黒いの！ここで会ったら100年目！てめえをぶっ倒す！貴様、偽物には違いないわ。ニコの記憶を持っているようだな。一緒にすんじゃねえよ！私はてめえらと割り合いなんざ、死んでもごめんだね。私は怒っている。ニコの姿を真似するなんて絶対に許さない。それは僕も同じです。でも僕はニコとはいがみ合って戦いたくない。たとえそれが偽物であっても。てめえ、だったらおとなしくやられてろ。これでゴール。敵の強さ、本物が寸分たがわない。冗談きついて食らいつく。あんなの私の実力の半分もねえよ。なるほど、異性だけが比べ物にならんよ。ずいぶんと余裕じゃねえ。なめんじゃねえぞ。
私の名を語ろうなんざ千年早いぜ。クロウたちの助けがなければ勝利はきつかった。本当にサンクス。いえいえ、そうだ、アバターチェンジはと。おう、ハルユキ、あたしらもそれ知ってるぜ。なんでか知んねえけど、ここだと手軽に変更できるんだよな。って。え？お前そのアバター、ここでもその豚なのかよ！うるさいな！ニコは見慣れてるだろ！ダメだ！腹よじれる！ニコも早くこっちの姿になりなよ！笑い死ぬかと思ったぜ。まあそうだな。じゃーん、これがニコちゃんのアバターだ。どうだ、リアルと同様に可愛いだろう。私はこの姿になった。なんだよ、ハルユキ、ジロジロ見て。ふむふむ、それでは失礼して。わっ、てめえ何いきなり足触ってんだよ、この変態変態豚野郎、やめろ。蹴るなよ、ニコ。僕はニコがちゃんと本物かどうか確かめるためにこうして。うっせえ、ふざけたこと抜かしてんじゃ。で、なんだこれ。何か見つけたのか。ああ、こっちの世界のアイテムみたいだぜ。どうやら偽物を倒したらドロップしたっぽい。名前はプロミネンス。私らのレギオンと同じ名前。重要なアイテムだろうな。よし、キリトたちに見せて相談しよう。キリト。ああ、この世界の住人で新たな仲間たちだ。皆頼りになる気のいい奴らさ。紹介しよう。つうことでよろしくな。なあ、ニコにパドワ、よろしく頼む。さて、これからどうするかだが。この草原フィールドは大体探索しちゃったもんね。ポータルはまだ町と草原しか動いてないし、他のフィールドにはどうやって行ったらいいんだろうね。そうだな、見落としてる場所や情報がないかもう一度よく見てみよう。任せろ。